はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は町場とね、魔界トーナメント最終日、残り31分、まあほぼ30分ってことでね、こっから、ラストスパートをちょっとやっていこうかなと思います。まあ現在は、1469位ってことで、こっからね、まあどのぐらい上げられるかなと、いったところですね。じゃあ、行きますか。あ、ちょっとこれはここを攻撃させてもらおう。しまった。広告見とけばよかった。でも動画でちょっと流れちゃうのもあれなので、まあもったいないけど、まあいいや。行きましょう。さあ、まあとりあえずね、ここは、勝たせてもらって、次からが本番ですね。とりあえず完全勝利で、ポイントをもらっておきましょう。まあ、なるべくサクサク倒してほしいとこだけど、よし、終わったね。さあ。なるほど。これでまあ、1200番以内ぐらいに一回なって、次どうしようかな。ユキナがいるとね、結構ね、20万ぐらいでもね、ユキナいると怪しいんだよね。何度か逆転されそうになったのが、あったので、こっちのが無難かもしれん。こっちだと680。こっちだと、いくつだろう。810か。そのぐらいの差ならちょっとこっち行こうか。まあじゃあ使っていきましょう。さあ行く。バリア張られる。とりあえず攻撃。ちょっと待てよ。まあ応援するしかないのはないんだが。ちょっと回復は空振りなんだよな。まあでも読みとかもいないので、これはもう普通に殴り合いだよね。よしよし。まあ反撃で落とせる。あとは雷禅砲だけ怖い。雷禅砲だけ怖いけど、オッケー。クワバラ落ちちゃったからちょっと完全勝利ではないが、まあいいでしょう。よし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 。さあ次。お、ここはちょっとまたボーナスステージと見せかけて、まあリンクついてないけど、やっぱ20万超えてて、ユキナとヨミがいるのはね、結構怪しいんだよね。まあでも一応行ってみましょう。さあ、バリア張られなき、あ、ユキナ落とせればいけるね。オッケーオッケー。心拍数上がっても、これならゴリ押せる。まあ、最悪なのはね、必殺技無効でね、全体攻撃をすかされて、ユキナでね、復活されてっていう風になって、長々と試合が続くっていうのがね、一番、きついパターンなんでね。オッケー。これは結構いい感じで勝てたね。完全勝利720761。さあ次。お、なんか結構いい感じの人が多いね。よし行こう。ここもまあ勝たせてもらえるんじゃないか。完全勝利したいところだが、反撃で落とす。オッケー。これはね、全体攻撃がちょっと怖いぐらい。オッケー。
次元刀振って、それ、三、二人落とされたか。ちょっと怖いぞ。大丈夫か？大丈夫だな。あー、でも二人落ち、三人落ちた。二人残りか。ポイント的には、ちょっと落とされすぎちゃったけど、まあいいでしょう。625位。あと25分。あー、ここは厳しいね。あ、まあポイントね、10ポイントだから、まあ全員生き残って260ポイントか。まあしょうがないね、ここは。他がちょっと怪しいのでね、負けちゃうよりは、負けちゃうよりは完全勝利のポイントを取りに行きましょう。さすがに落とされないよね。オッケー。さあ、次はどうしようかな。結構みんなきついな。結構みんなきついから、まあユキナいないここを狙うか。まあどこもきついってことで言うなら、ポイントが一番おいしい上を狙うかだよね。上何ポイントだろう。あ、1760はでかいぞ、勝てたら。ここは570。あ、これは一番上行こう。さあ行きましょう。勝てればでかい。まあまあまあ、バリアは悪くない。これもとりあえず一発目は大丈夫。おし。あ、オッケー。復活ついてない。これはでかい。あとは、もうユースケさえ落とせばいけるんじゃないか？オッケー。二人落ちたけど、これは単純にポイントがね、基礎ポイントがでかいんで。オッケー、435位。よし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 。さあ次、26万。そうか、まあこれは一番上かな。やっぱりユキナはいるけど、行きましょうか。まあちょっとね、危ない。復活入る前に、あー、どうだろう、これやられたか。オッケー。あ、ダメだ、効かない。あー、これはちょっとダメだったな。次、あー、20万ぐらいだけど、読みゆきなボタンでしょ。そしてまあバリアとカウンターの読みもいる。これは結構メンツは強いけど、メンツは強いけど、まあでも戦力差があるからなんとかならないかな。次元と危なっ、デバフ解除。カウンターね、ちょっとカウンターが、ちょっときついな。でも生き残ったのはでかい。ユキナの前になんとか、あーっと、どうだ？やめてちょっ、あー、心拍数はダメだ、心拍数はダメだ、心拍数はマジでダメ。ちょっとすかさないでよ、やばい。ちょっと
ダメこれ。結構戦力差あるんだけど。やられたな、これは。あー。マジかー。ちょっと連敗してる。挽回したいが、ここしか勝てそうなのがないな。それでもやっぱり、それでもやっぱり、この3人がね、ボタンとヨミとユキナがね、やっぱきついんだよね。さっき20万でもやられてたもんね。まあでも、他はちょっと離れすぎてるから、ここ行くしかないね。さあ、一発目はとりあえずすかす、落とす、復活、もう友情ジャンプでもう2度目の落としを早く入れて。頼む。いけ、オッケー、それはあり。よし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 、これならいけるでしょう。耐える、オッケー。よしよしよし。残り19分か。まだ余裕あるね。さあ、次は、やっぱり26万、ここかな。もう、ボタン読み、ボタン読み、ユキナが、しょうがないね。まあ俺もね、読み引けたんだけど、まだちょっとね、 G ランクだし育てきれてないから入れてはいないけど、ユキナはまあね、突っ込んでもいいんだけど長引いちゃうからな。多分ね、この人たちもね、防衛チームに入れてるだけでね、戦う方は時短のチームというか速攻チームにしてるんじゃないかなと思うんだけど。お、完全勝利チャンス。完全勝利チャンスだけど、ちょっとね、ボタンが弱点つかれちゃうから、場合によっては落とされかねん。さあ、OK。ここでの完全勝利は結構嬉しい。389、よし、400番以内に入った。次。お、ボーナスステージ。ちょっと一回広告見る？変なの出ると嫌なんだけど、もったいないからね、やっぱ霊石。私にナンパするなんて100年払いの？変なの出たわ。ちょっと音は消してくれ。まぁ、ちょっとね、広告タイム、まぁ入れちゃったというかね。まあ、最初からだったからね、広告見てから動画撮り始めればよかったんだけどね。失敗したわ、そこは。あと10秒。ちょっと長いね。間が持たない。あ、でね、明日ね、新しい潜在解放キャラがね、使えるようになるので、ゆうすけとかはね、潜在解放できるので、まあやってみようかなとは思ってますっていう。あれ？待って、音消えっぱなしなんだけど。え、嘘。ちょっと。あれ？これ音消えっぱなし？待って待って。あれ？ちょっと待って、これどうなってる？広告の音消すとこうなっちゃうの？知らなかったんだけど。あれ？待って。嘘。一回つけ直そうか。クラブゲームス。なんてこった。誘惑所でそろそろ蹴りをつけてやるぜ。失敗したな。まあちょっとね、ボンミスというかね、次回はね、広告見て回復させてから動画撮り始めるとしましょう。まあまた忘れちゃいそうだけど。これは下二人無理。
あーこの戦力差なら上に行った方がポイントが高いので上に行きましょう。ボタンは入ってない。そう、あー開幕心拍数それ嫌なんだよ。開幕心拍数これ無効になったままだからな。よしよし、まあ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 、よし、オッケー、これだな。完全勝利もいけるんじゃないか。まあ落ちないでしょう。もうオッケー、いけ、あ、ぶな、いけそうだと思ったけど、オッケー、あぶねー。おし、210、よし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 、35位、きつい。まあじゃあだったら一番上に行く。ユキナもいないし、これはチャンスあるんじゃないか。先にぶち込めれば勝つ。そう、あー、ぶち込まれた先に。それはダメだ。ワンチャン友情ジャンプ入れば落ちろ。よし、まだやれる。オッケー、逆転した、逆転した。心拍数が、あー、ちょっと待って、大丈夫だよね。オッケー、ふう、166。オッケー、今までにない高順位。さあ、これはどうですか。30万以下がここしかいないから、まあここかな。160ポイントか。まあなんとか勝ってくれ。大してポイントにはならんが、できるだけ生き残って勝ってくれって感じだな。まあ開幕、お、開幕友情ジャンプ悪くない。オッケー、まあユキナが生き返るから、ここ早めに落としてほしい。前列復活を避けたい。うおっと、ちょっと待って、よし、オッケー、そこ、もうショットガンも撃たれてるから、これは4人残るんじゃない。よし、オッケー、オッケーオッケー、157。さあ、んー、みんな30超えなら、まあ一番上に行きましょう。ユキナ、あー、これ嫌な感じのチームだな。ちょっと無理そうだな、これ。まだこっちの方が、あー、いや、どうだろうな。真ん中か。ここはね、総合力的には格上だけど、メンツ的にはね、無効化されずにね、友情ジャンプ叩き込めればチャンスありそうな気がするんだけど、どうだろう。あ、でも羽倉打ってほしいな。あ、それじゃないんだよ、それはダメだ。あー、全部剥がれた、ダメだ。あー、逆だよ、友情ジャンプから行ってれば落とせてたな、これ、きっと。やっちまった。あのダメージ量だったら、多分友情ジャンプ先だったら、落ちてたね。やっちまった。上二人無理。真ん中か。行きましょう。
それはまあ大丈夫。OK! っていうかね、むしろね、あれはね、打ってくれて構わないんだよね。あとは、一回復活した後スムーズに落とせるかどうかなんだけど、ちょっと心拍数やめて、酔っ払い打て。あーちょっと待って、これはダメだ。うわーちょっとユキナが回復した。これはダメ。せめてね、ちょっとせめてデバフ解除して、デバフ解除して、そっちじゃない。あーこれはダメだ。ユウスケ落ち、ちょっと遅かったな、デバフ解除。これはちょっとギブアップして次行った方がいいね。ギブアップしましょう。こうやってね、積んだ後ね、時間かけて始末してくるのもちょっと鬱陶しいんだよね、 ああいう耐久型の。あと10分か、あと10分、いけそうなのは、あ、ここある、ここ行けなくもないぞ。でも一番上挑みますか。行きましょう。さあ、魔風感はまあそんなに怖くない。反撃むしろボタンに正月桑原ついてんのが鬱陶しい。あーっと、これはダメか。きついな。200番台。あと8分、まだいける。31、ここに行くしかないかな。いけ、まあ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 、読みが落ちる。前列崩壊、ユキナを早めに処理しないと、また生き返っちゃうから。頼むよ、ちょっと、ユキナを、なんとかして。ちょっと待って、頼むよ。そっちじゃないんだよ、ちょっと。心拍数。まあまあまあ、それで剥がして、それで、ああ、ダメか。これはダメだ。次に行きましょう。あ、普通にギブアップしない方が早く終わった説がある、今のは。これで、ちょっと200番以内に入るには、次と次勝ちたいけど、そろそろね、勝てる相手が出てこなくなりつつあるかな、これは。こっちにちょっとやってみましょう。ダメかもしんないけど。もう時間がない。さあ。ちょっときついな、これね。持久戦の動きになっちゃうとね。うーわ。ちょっとダメだね、これ。あー、心拍数。まあデバフは解除。これでね、酔っ払いからの友情ジャンプでワンチャン逆転なんだけど、酔っ払いが、まあまあまあ、それでもいい、それでもいい、友情ジャンプでそうじゃないんだよな。まあ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 、それはきつ、あー、ダメだった。やばい、240、あと6分、まあ5分以上ある
のはあるけど、勝てそうな相手がまずいねえっていうね。ユキナは避けられんか。まあ、ボタンいない方がまだ、すぐ落とせる可能性があるか？ボタンのね、なんか独自落とすスキルも結構めんどくさいからね、あれ。回復だけじゃなくて。うにゅーんの、まあまあまあ、でもね、これ火力上がるからね、友情ジャンプ決めれば、友情ジャンプ決めれば、そっちじゃない。耐える、反撃落とす、ちょっとね、心拍数入る前に、いやー、ちょっと違って、おっと、これはいけるんじゃない？ユキナさえ、なーっつあっつー、心拍数やめろって。マジね、これでちょっと酔っ払いからの友情ジャンプ。友情ジャンプ先入ったら終わっちゃう。多分、先に、まあまあまあ、それでもいい。飛べよよし、ちょっと違うマジか。あ、ちょっと待って、おダメだ、後半全然勝ててない。277、あと4分だけどね、止まるとガンガン下がっちゃうから、これちょっとね、行くしかないんだよね、もう。スパートの時は。だから、せめてあと3試合したい。頼む。あー、もうめんどくさい、バリア。落ちろ、よし。さあ、もう、行け。よし、オッケー。ちょっと、ユキナをなんとかして、ほんと。よし、あー刺さんない、もう友情ジャンプ飛べ、ちょっと危ない、あーレッパ反射壁正月カーマラついてる、やめてー、こいつらが硬い、うわー、ちょ回復されて、またユキナが間に合うんだろう、これやめてくれよ、心拍数これちょっとダメ、次の試合行く、これはギブ、確実に今回復が間に合う展開が見えた。あと何分？あと3分まだいける。ここ行くしかないね。ちょっと戦力的に。うわー、ちょっとこれは、瞬殺してもらう。あー、ちょっとバリアじゃない、バリアカウンター、あーダメだ、ちょっとダメか、あーくそダメだ、これ後半勝てる相手が見当たらないな、ダメだな、これボロボロか、300番台になっちゃった、あと2分、一発入れたい、あ、26、ここ行こう、勝ってもでも160ポイントか。3分だとラストかもしんないな。あ、よし、とりあえず、復活するだろうけど、しないじゃん。オッケー、これいけるんじゃない？あとはね、心拍数、おし、あとは友情ジャンプを。おし、オッケー、これは完全勝利、ここで完全勝利嬉しい。これ完全勝利でしょ、完全勝利だよ。いけ、おし、オッケー、よし。これで、とりあえず200番台に戻る。残り1分突っ込むぞ。一応ね、最終戦まで有効なはず。ただね、勝てそうなのがいない。もうこれはね、一番ポイント高いとこに運ゲーで突っ込むしかない。これはね、うまく動けば別に手動なら勝てるってことは、最善尽くせば負けないはずだから、これまあ、運だけど、
運だけど、勝てればポイントでかいから。よし。あとはね、もうユキナをね、いやー本当にダメだからそれ。心拍数やめて。ちょっと酔っ払いからのジャンプ頼む。よし、オッケー。飛べよし、飛べ。うわー、ダメか。マジかー、デバフまみれだったかー。あー、ここまでだね。これ以上はちょっとできないから、もう見守ろう。いや、ひどいな、後半。あー、301。ひどい。しょうがないか。後半ちょっと勝てなすぎたな。あ、1分未満、まだいける？いけるなら突っ込むんだけど。ちょっと待って、まだチャンスある。でも全然ダメだ。みんな強すぎる。突っ込むならここ？いや、でもちょっとね、これ、霊石使ってからタイムオーバーとかだと嫌だから。あ、終わったね。いやー。はい。というわけでね、今回は、300何位だろうな。まあ、400位まではいかないかな、ぐらいのところまでですかね。シーズン終了報酬現在のランクで言うと、一応 A なのかな？で、ランキング報酬が300から400の間だろうから、240か。そんなとこっぽいね。前回もなんか似たような感じじゃなかったかな。ちょっと自分でも動画見直さないとわかんないけど。あ、330。順調に下がっていくね。まあ時間過ぎても最後の1試合が多分有効なんだよね、ポイント。だからこうやって順位がね、落ちてっちゃうんだよね、早く確定してると。なるほどね。はい。まあ、今回はそんな感じでしたね。で、一応明日ね、新しく潜在解放来るキャラが3人いまして、眠れるし、まあ、おやすみゆうすけと、初期の東野と、初期の稽古のサポートってことで、ちょっとね、東野だけね、巻物が足んないんだよね。8で止めてたオートスキルがあって、巻物耐属性がね、ユキナといい、ジョルジュといい、最近耐属性ばっか来てるんで、巻物足んなくて、東野はできないんだけど、ゆうすけはね、一応即潜在解放可能なので、まあ、必要なコンペン次第、でね、そこが不足する可能性はあるけど、今のところね、潜在解放来たら、すぐユウスケとケイコはね、あげちゃおうかな、ぐらいに思ってたりはします。ということでね、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。